はい、こちら第一アリアンサの日本語学校の教室の中にやってきました。まあ、僕の同期隊員の北澤先生がこちらで第一アリアンサの子供たちに日本語を教えてみたいです。ちょっとまあいろいろ、まあ日本語学校なんでこうやって全部やっぱ日本語で書いてますね。一番小さい子だったら何歳ぐらい、6歳7歳ぐらいの子が来てるんですかね。北田くんいくつ？7歳の子から来てるみたいです。こうやってあ、これは多分今日折り紙の授業をやったんですかね。今日やるネクタイ、あ、折り紙でネクタイを作ってるみたいです。こうやって多分北田先生が丁寧にね、ひらがなでこう折るとかひっくり返すとか書いてますね。で、あ、こちらに日本地図があったり、ちゃんと働いてるんですよ。はい、ですね。多分子供たちがいろいろ作ってるんですかね。で、日本語学校の決まり、まあ、ポルトガル語バージョンと日本語全部ひらがなで、騒がないとか机に落書きしないとかで、基本的なことを書いてます。書いてますね。で、そうですね、まあ、まあ、こちらはこういう、まあ、生徒のあれですね、バーで一覧プロフィールがあったりと、これもまあ日本語学校って感じですね。こちら、あ、漢字帳、簡単な小学1年生の漢字表がね、簡単な漢字があったりとか、一番基本のひらがなの表、うん、ですとか、あと津田さんなんかご紹介しておきたいところがあればちょっと教えてください。どんな感じで授業されてるんですか、いつも。いつもは中学生や高校生が多いので、はい、この部屋でやって、この机の形でやるの？いや、今日は折り紙だったので教えやすいよ。小さい子たちでやってくっつけたんですね。で、小さい子たちは3人、4人ぐらいなんで、こっちの、見つけてます、隣の部屋に。ちょっと奥に部屋があるみたいですか。あ、こちらにも部屋があるみたいです。こっちで、こんな感じで日本語を教えたり、今が父の日に向けて、はい、鍵盤ハーモニカ、父の日に向けて鍵盤ハーモニカ発表、変えると、チューリップを今練習してます。へー。